双子橋、双子橋、双子橋、双子橋は、多摩川及び平行する支流の野川に架かる道路橋の一つ。国道246号、旧道の橋で、野川と多摩川の合流部に近い場所に位置する。また、新双子橋、新双子橋、新双子橋は、双子橋のバイパスとして双子橋の上流側に架けられた、同じく、 多摩川及び野川に架かる国道246号の道路橋。本校では新双子橋についても記す。双子の私についても本校で記述。日誌の私を参照。双子橋は片側1車線の道路橋。歩道は下流側にのみある。東京都側、東詰めは橋を渡って、すぐの場所にある双子玉川交差点で多摩包み通り。 駒沢通りと接続する。神奈川県側、西爪は、多摩沿線道路、大山街道、溝の口用通りとも、旧国道二百四十六号で、国道指定が解除された部分に接続する。都道、県道を経て1五十六年に、国道二百四十六号に指定されている。東京、横浜バイパスの開通後も、橋とバイパスへの接続道路の区間のみは、 国道指定がなされている国交省管理の指定区間からは外れ東京管理となっている。1927年、昭和2年から1966年、昭和41年までは電車と歩行者、自動車等が併用する鉄道道路併用橋であった。橋桁の構造がそれを物語っている。なお、西爪では多摩沿線道路川崎駅方面からの進入は できない。以下は、国土交通省京浜河川事務所公表情報より、東京、横浜バイパスの一部を構成し、現在は、国道246号のメインルートになっている。新双子橋の左岸は、高架橋、玉川高架橋に直結し、さらに、瀬田交差点付近の双子橋からの旧道との合流部を介して、瀬田交差点の元を通過する立体交差へと通じている。 多摩川三丁目付近には地上に降りるランプが建設されており、歩行者、自転車はこのランプが開放されており、地上に降りることができるが、地上の道路整備が行われていないため自動車に対してはランプは閉鎖されている。そのため、自動車は、瀬田交差点付近の側道との合流部まで地上に降りることはできない。なお、神奈川県側から、 二子玉川駅前の繁華街に出たい自動車が二子橋に集中し渋滞を引き起こすことが、あが、新二子橋経由でも世田交差点で展開して二子玉川駅前へ出ることができるようになっている。国道が玉川高島屋の上空を通過していることで知られている。なお、新二子橋の車線は軽車両通行止めになっているが、自転車については 下流側の歩道を走ることができる。以下は、国土交通省京浜河川事務所公表情報より、江戸時代、幕府は、玉川を、江戸防衛の最前線と位置づけていたため、長い間河橋を制限していた。そのため、古来よりこの地を通っていた大仙街道は、近年まで、渡し船、双子の渡し、双子の渡しが結んでいた。この渡し船は、人を渡す船はもちろん、 馬や荷車を渡す大型の船も用意されていた。江戸時代中期から橋ができる1925年まで双子村と瀬田村が村の仕事として行っていた。河橋が幕府によって制限されていた玉川には各所に渡し船があったが、かつては農民の江戸との交流に多く利用されていた。農民は玉川沿いや玉丘漁で採れた野菜や炭などの物産を江戸、 在の東京都心部へ運び、その折に契約している地域や家を訪ねて、下小えを集め、運んで帰ったという。これにより、当時は、世界で最も人口密度が高いながらも、最も美しい都市とも言われた、江戸の循環型社会の一翼を担っていた。また、特に西の私は、街道筋であるため、それら農民に加えて行商人や、特に、 江戸中期以降左官になった大戦後での人々などにとっても大切な足として機能していた。一方、かつて暴れ川とも呼ばれた玉川の水かさによっては、人々は両岸で何日も足止めされる場合も少なくなかったという。そのため、私はの周りには茶屋や食事どころ、宿屋などが集まり、双子、溝の口塾は街道沿いの宿場町として発展した。 双子新地は、この当時の賑わいを今に残すなと言えよう。玉川はそのルールをたびたび変えたため、西の私もその場所がたびたび変わったと言われる。かつては、双子神社、兵庫と付近に、私場があったとも言われているが、明治以降は現在双子橋が架けられている場所よりも、少し下流、野川合流点付近の瀬立地先が、私場跡であった。 1876年1月当時の私賃は以下の通りであった。1923年の関東大震災で、理災者の救援物資や復興物資の輸送のため、玉川加強の必要性は高まった。また、在京の陸軍部隊が玉丘陵、相模原で演習をする際に、不可欠な兵員、物資の輸送のため、玉川の加強実現には、 陸軍省の働きかけが強かった。橋の名前でも議論があり、東京側では、玉橋、神奈川県側は、双子橋を主張していた。双子橋建設時には、玉川電気鉄道、当時が、建設費の3割弱を出資して利用権を得、東京府、神奈川県、高津村との4社4分の一つを負担し、総額36万円で完成した。した際に協に、軌道 橋上では、単線を付設したことにより、玉川、弦、二子玉川から、溝口、弦、溝の口までの玉電工の口線が開通した。以降、1927年、昭和2年から1966年、昭和41年までは玉電、その後東急大井町線、東急田園都市線と歩行者、自動車等が併用する、鉄道道路併用橋であった。 しかし、年々増加する自動車交通と鉄道の双方が双子橋を通行することは困難となった。また、1964年には、電車と大型トラックの衝突事故も発生した。そのため、鉄道専用橋が建設されることになり、1966年4月1日に、東急電園都市線が長津田まで延伸されるのを機に、鉄道は専用橋。 東急電園都市線双子橋梁に移された。ここ、大仙街道は、東京都西部及び神奈川県中央部を結ぶ主要道路と位置づけられ、双子橋が架けられて、以降、交通量が増大した。大正年間に神奈川県道1号線に指定された大仙街道は、その後1956年、昭和31年に、 国道246号に指定された後に再整備され輸送力に限界があった近隣の旧道とは別にバイパス道路を建設するととなりそのバイパスの一環として新たに車道片側に車線の新双子橋が双子橋より200メートルほど上流に別途かけられた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。